皆さんこんにちは。今回は始めたばかりの初心者が直剣モッドを使う場合のアビリティ編成について解説しようと思います。まあ俺スキルレコード編成についてはちょっとまだまだ未熟なんですけど、未熟だからといってなんか何もしないっていうのもあれだし、そのなんて言うんだろう、やりたいっていう気持ちがあったのでちょっとやってみようと思います。まあもっとねガチギルドの方とか詳しい人もっといっぱいいるので、まあそういう人にね聞ける人はもう聞いちゃっていいです。まああくまでそういう参考程度にしてもらえるとありがたいです。で今回はその始めたばかりの初心者がそのノックスインテグラル武器、ルックスインテグラル武器を作るための周回する際のアビリティ編成を想定して喋ろうかと思います。まあ、ノックスルクスっていうのは、まあ、生産画面行って、でまあなんか武器選んで、これ装備可能レベルが121とか141のやつで、でこれの武装石ってやつがマジでめったに出なくて、ほんと1000回に1回とか2000回に1回出るか出ないかくらいのやつで、まあストーリー終わったらこれを作るのが目標になると思うんですけど、強くなるためには。まあそれについては効率よく強くなる方法っていう動画を出したので、そちらを見てもらえればと思います。スキルレコード編成を語る上でこのダメージ計算式っていうのが結構重要になるので、まあ、ダメージが発生した時にこのダメージ計算の4要素っていうのをバランスよく上げると、まあ、高いダメージが出るよっていう話なんですけど、攻撃力、スキル威力、ダメージ何パーセント上昇と覚醒率っていうのをバランスよく上げるのが理想ではあるんですよ。まあ理想っていうか、まあそれが一番高いダメージが出るんですけど、まあ詳しくはこのダメージ計算式っていう記事を見てもらえればと思います。動画説明欄とかに貼っておくのでリンクを。で、まあ弱点属性が入るといいんですよね。そのボス戦とかで。このダメージ何パーセントの合計のところに入るんですけど、ダメージ値は攻撃力かけるスキル威力かけるダメージ何パーセント上昇の合計かける覚醒率っていう感じで、まあ細かくはそれぞれね、ここに書いてあるので。弱点入ればいいんですけど、直剣モッドを使う場合、このノックスインテグラル武器作りを飛ばしていきなりこれルックスインテグラルに行く人もいるんですよ。そういう人は、まあ、ノックス飛ばさなくてもいいんですけど、この40層、47層、50層を周回して作るこのルックス。これ40層ブラッケンっていうやつが残土属性なんですよ、弱点が。だからといって、この土属性の直剣モッドを使うとなると、この追加効果の部分が同じセット内でなんちゃらかんちゃらっていうやつの下に回復効果ついてるじゃないですか。まあ始めたばっかの初心者は回復効果あるおかげで回れるっていう人なら全然いいんですけど、まあ、その前に倒せちゃうのが理想なので、で他の属性のやつでも全然そのなんとか属性のスキル使用時敵へのダメージが 50% 上昇っていう効果があるんですよ。この 50% 分って弱点が入った時のダメージ 50% 分と同じなんですよ。弱点属性一つ入るごとにダメージがプラス 50% されるので、これ同じくらいなんですよ。てか同じなんですよ。だから土属性の直剣モッドは今のところ弱いと言われてて、まあ、できれば他の属性のがいいんですけど、あとはパワーアライズ3っていう効果すごい有名なんですけど、進化強化限界突破しきると攻撃力が800上昇する効果になるんですけど、まあ、これもほぼ確定でいいと思いますけど、まあ、これっていうか、まあ、パワーアライズですね。このスキルに限らないけど、覚醒のパワーアライズ、覚醒じゃなくても、まあ、場合によっては全然ダメージが上がることはあるんで、まあ、こういうウィッチシノンとかね、すっごい有名で、まあ、これも合わせて使うといいみたいな話よく聞くんですけど、スキルレコード編成はテンプレ化するのが良くないって言われてるんですよ。ほんと場面に応じて場合によって変えないと一番いいスキル編成にはならないので、まあでも始めたばかりの初心者は多分分かんないこと多いと思うので、どうしても分かんなかったらまあつけていいと思うんですけど、まあ、詳しい人に聞くのが一番いいんですけど、まあ、あったらそれつけるのがいいって話ですね。で、まあ、スキル編成の基本なんですけど、クリティカルが出せるんだったら、絶対出せる編成にした方がいいです。
まあ有名なサクシアルゴってやつ、俺は持ってなくて、まあこれ同じ効果なので使ってるんですけど、この外周一色4バフってやつがあればすごくいいんですけど、まあこのね、ショタユージオって呼ばれるやつ、これね、これでも OK なんですけど、ちょっと効果時間が15秒間って短いんで、まあこれ打った後すぐ武器切り替えて覚醒して間に合うんだったら全然いいですけど、あとは覚醒効果の瞬雷ってやつですね。これでクリティカル発生率が、まあ、スキル1枚で 20% 上昇するんですけど、まあ、作詞系持ってない場合にこれで間に合わせる場合もあるかもしれないんですけど、基本的にこの瞬雷って多分序盤だとあんまり枚数が揃ってないと思うので難しいと思うんですよ、これで調整して、まあ、クリ率 100% にするのは。まあ、できるんだったら全然いいと思いますけど、まあ、なかなか難しいと思うので、まあ、でも結局やっぱ作詞系のバフなかったら、まあ、瞬雷とかで確定狙いに行くのがいいのかな、クリティカル確定。あとはね、ちょっと心眼を多めにっていうか、まあ、心眼っていう覚醒効果を結構入れるのを意識するのがおすすめです。俺それでかなりダメージが変わったので、で俺最初の頃、まあ、始めてからあんま立ってない頃だったかな、これを持ってたんですけど、これ自分が状態異常の時にってちょっと発動させにくい感じあるし、なんか回復アイテムどうのこうのとかどうでもいいなって思ってたんですよ、ダメージ関係ないしって思ってたんですけど、これ心眼っていう効果でダメージ 7.5% っていうのがこれだけですげー大きいっていう話で、もう心眼っていうだけで採用候補になるくらいなんで、まあ一回そのね、自分の編成でこれ抜いてもいいかなってやつを一回抜いて、とりあえずこれ入れて、まあダメージ高いやつが出るか一回一回検証して、一番高いダメージ出たらそれが正解なので、あとは攻撃力が何パーセントか上昇するってやつは攻撃力固定値っていうやつにかかってくるんですよ、何パーセント上昇が。まあ攻撃力固定値っていうのは攻撃力の整数分上昇ってやつなんですけど、まあこれって例えばこういうパワーライズとかの800上昇ってこれ整数分じゃないですか。何パーセントとか何点いくつとかじゃなくてこれ整数分のやつで。で、直剣モッドの攻撃力が防御力 ×2 上昇ってやつは、この攻撃力の整数分上昇に足されるんですよ。防御力 ×2 が。だからそこに攻撃力何パー上昇がかかってくるので、それが大きいって話で。まあこういう覚醒効果の飛線ってやつも攻撃力何パー上昇なので、まあ一番いいのはそのバランスよくですね、心眼とか飛線とか、まあバランスよくで一枚一枚その変えながら検証するのが一番です。ダメージ何パー上昇がどれくらいがその最適かとかっていう数値じゃなくて、その人によって持ってるスキルとか変わるから、一枚一枚変えながら検証するのが理想です。人によってやっぱりその熟練度スキルとか、その上げてる度合いとか違うし、どこら辺まで上げてるのとか、どの熟練度スキルを何レベルまで上げてるのとか違うので、あと絶対覚醒じゃないとダメっていうわけではないです。まあ、こういうさ、残属性の弱点ダメージが何パーセントか上昇するやつ、これ 28% も上昇するんですけど、残属性が弱点の敵にやるときは覚醒を抜いてこれを入れた方が強くなる場合もあるんで、覚醒じゃないからといってもう絶対に使わないっていうわけでもないんですよ。まあ、さっきウィッチシノンってやつ紹介したと思うんですけど、まあ俺持ってるのはこれなんですけど、防御力が自身のレベルかける何パーセントか上昇するやつ、これがめっちゃ防御力上がるんですけど、これって覚醒ついてないやつしかまだ出てないんですよ、この動画撮ってる時点では。まあ、これ覚醒ではないんですけど防御力がめっちゃ上がるやつはやっぱ強いので、直剣もっと使う場合はですけど、あとは闘魂ブローリズベットとか、まあ俺持ってないんですけど、そういう超有名スキルですね。まあ闘魂ブローについてはこれ解説記事これ書いてあるので、まあ、これどこかに動画説明欄とかに貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。これってそのカオス155やるときにいいみたいな話なんですけど、これカオス155じゃなくても、まあ、フロアボスとかでもプレイヤースキルっていうか、その敵の攻撃避けられるんだったらこれ高いダメージ出るんじゃないかって思うので、
まあ、最初防御力高いかどうかですけど、まあ、最後にスキルレコード編成にテンプレがないっていうあの動画前出したんですけど、本当テンプレがないし、あのスキルレコード編成の考察って終わりがないと思うので、あの自分が全然これもう絶対これよりいい編成ないなって思っても、実はもっといい編成があったりとかザラにあるんで、まあ、そういう編成とか考えるの好きな人は、まあ、考えるのをやめないでいくと、まあ、すごく上達するんじゃないかなって個人的に思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。